皆さん、こんにちは、ブルースでございます。前回パート最後までご覧いただいた方はね、気づいたと思います。最後、鍵がなんかね、ずしずし迫ってくると思いますか。セーブできなかったんですよ。セーブできなくて、しかも、撮影も切っちゃって、で、うわ、これやめられへん、再開せなあかんなと、うわー、やめとね、撮影した。撮影が今の場所から始まっちゃったっていう。ということで、今日もやってまいりましょう。やってる、ただそれだけのことですね。なので、今からこれ終わらせて、で、個人かな、こうなったら、まあ、そんな感じでございますね。とりあえず必要アイテムを取ることができたので、アイテムも手元にあるから、これこのままね、地下に向かうための、地下のというか、個人に向かうためのね、整理を行って、次のパート進んでいきたいと思うんですが、シンキングタイムがね、結構ね、難しいんですよ。あれ？あ、ってことはこれ、繋がってないのか。じゃあこれ、下向けて、こう、違う。だね。で、最後、違う。そうじゃない。あ、やばい、これ、ドツボにはまるパティーンのやつだ。ツボにはまりピティーン。あと1個。どれよ。あ、いけた。オッケー。なんかあれだね、なんか女流なんじゃなかったらどなたがメージみたいなのが出てくるとかっていう話もあって、そういうあれでもなさそうだもんね。じゃあ、ここに電話かかってきてるけど、ここに出たらね、縛りプレイがお好きな変態小豚ちゃん所長、豚にもなれない。もしもし、ごきげんよう、クレア。ベリコ豚って、ね、なんか取引をしようじゃないか。でも、普通の国産の豚と比べたら安いんだよね。イオンなんか行ったりすると。
さということでね、一旦どこにあるの？近くにあるからすぐわかる。ですが、シェリーは無事？シェリーパート今はな。ままやっていこうか。もし指一本でも触れたら。バカなガキだ。あれを落とさなければ見逃してやったのに。心配するな。もうじきすべて終わる。どこかから出られるはず。目的があったのであれば、なんだろう、普通に。殺してくればよかったんじゃないかなと思うけど、まあ、そんなことしたら多分ね、あのアネットが暴走してね、ウィリアムを引き連れてね、あんたやかなって言ってやられたかもしれない。それはそれであれだな。さてと、久々だからかしら、なんか捕まるかもしれないな。なんか他に探すところだ。ロディ、あーロディ、違うな、あれバイオセブンに出てきたさ、なんかあの口元がどん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 カビ化していくクマちゃんの人形だよな。まあ、アルイツインジだから同じあれで疲れてるんだよね。そうだ、下の丸と星がつながればいいから、三角、あれ、星になる。下の丸と四角で、三角あたって、丸と、あれ丸星がねえな、三角丸星がねえな。三角丸、あれ、ヘッドツボにハマってる。これ一番苦手かもしれない。三角で四角ねえな。椅子のこと、ちょっと待って、あ、いけた。あ、ん、あ、上もあんのか。しまった、上もあったのか。じゃあここが揃っ、真ん中2個が揃ってないからダメだ。ちょ、おお、ちょっとこれドツボにはまるパターンかもしれない。皆さんちょっとお待ちくださいね、ちょっとお待ちくださいね。三角、あ、ちょっとうまくいかない。ん、これをクリアした時点でなんかこのパート終わってしまいそうな予感もする。そんなわけにいかない、そんなわけにいかない。そんな情けないことするわけにいかない。ないね。これはないけど。あった。ないね。じゃあ、ふっ、あっ。よし、これいけるか。いけ、ない。マジか。また、変えなあかん。これ、端っこと端っこを作っていく、形状していくしかないのかな。違うね。ない、ないな。なさすぎて頭が混乱して頭痛くなってきた。やばいやばい、待って、はずい。ここが整わない限り何もできないもんね。あれ、ちょっと待って、本当にやばいぞ。ここでもう何分かけてんだ。やばい。いけて。5分から10分か、そのくらい使っちゃった気がする、ね、スタートから焦り、そして続きはこんなにくだりで、やばいな。なんかこれ面白いサムネでも作れなかったらなんかすごい怒られる。ここは何なの？ここでいろいろ見せるんだね、モニター。おー、キノコ、ここは開ける。完全に壁ドンしたけど、あー、ワイヤーで繋げられてんのか。あ、日記帳、サリーズの日記。じゃあ、あとマイクとブーがあるかな。
なんだろう、普通のおしゃべりとかやってて商標権っていうか著作権というか、そのディズニーとかさ、ディブリジブリとかのさ名前出すだけだったら問題はないのかな。だけど実際具体的な絵とかをそのまま直接的に出してしまう、これがアウトになるっていう話なのかな。うん、なんかそんな気はするけどね。出られそう。ガムテープで縛られてる程度だったらさ、思いっきりバーン開けたらその脱出できそう。気もしなくもなくもなくもないけどな。ダメだ、鍵がいる。オリバーだけは違う。俺たちは AI ブルーフォーエバープラグ。ブギーマン。あ、ドギーマンか。自慢できるような息子に、まあ、子供からそんな風に思ってもらえるのは嬉しいけどさ、子供はどんな風に、まあ、どうする扱っていうか、どういう関係性になるかにもよるかもしれないけど、子供はいつだって親にとっての自慢だよ。本当につくづく思うね。なんか本当に親箱補正で自分かかるんだなって、どんな風にでもうちの子が一番気になっちゃう。普通に顔っていうか見た目だけで比較したらさ、ただこの顔になるのも可愛いなと思うけど、すべてトータルをしたときにもううちの子にかなう子はいないって思っちゃうから、もう究極の親バカだけど。どんなに簡単に変わってない体めちゃめちゃ乱れてる。全然いいのか。的にそう、どこへ行く気だ。でもこいつもどこ行く気だ。おとなしくしてろと言っただろ。バレてるんだよね、動きが。どこに行く気だ。引き分けの悪い子だ。こっちに来ないで。お願い。しつけってものを教えてやる。ふざけやがって。ただで済むと思うな。ああ、クソガキが。待て。それはね、補正がかかってるからなのか、あれだね。このくらいの長老だったのか。クソガキめ、後悔させてやる。来ないで。次になるから、まあ、あまりこの R2 のね。助けて、誰かお願い。可愛いと思えないし。その先は行き止まりだ、小娘。閉めたぞ。どこにいる。とっとと出てこい。いるのは分かってるぞ。早く出てきた方がいいぞ。お仕置きが増えるだけだ。まあ何でもいいけどさ、もういつか
これが最後のチャンスだぞ。出てこい。今すぐ。ガバガバなんだろうな。じゃあ、ここから先は。くそ、顔が焼ける。じゃね、本当に。サルムニツエアリア。ごきげんようクレア。あ、ゴブじゃない。取引をしようじゃないか。いや、だけのガウオー。ここら辺が中に。どういうこと。難しいよね、私の時間を無駄にする気か。ペンダントを持ってこい。シェリーが死ぬぞ。ペンダント持ってこい。ペンダント何のために。ガキを死なせたいか。わかった。どこへ。孤児院だ。孤児院？どこにあるの？近くにあるからすぐわかる。シェリーは無事？今はな。もし指一本でも触れたら。信じられない。最低。クリーのいいところまで来ましたんでね。一旦コンパートを終了とさせていただきたいと思います。ちょっとアイテム整理いるかな。まあ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 。アイテムの方。待ってなさい、ゲス野郎。で、コンパートね、終了としていきましょう。次回から地下に潜れるはずなので、まあ、シェリーの代わりに同じバーにいたけどアネッツに出会うことになると思います。はい。ということでね、最後までご動画ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひ、ね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して応援していただけると嬉しいでございます。組み合わせておいて、うん、まあ、ちょっとあいつ出てくるけど、まあ、その辺はあんま気にしなくてもいいかな。大丈夫そうだね。うん。うん、よし。じゃあね、本日は以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。